こかずさんと初動画お願いします。皆さんね、綺麗ね。おっさんです。綺麗です。かわいい、かわいい、かわいい、綺麗よ。視力が高い。そうで、2軒目今マブハイさん来ました。何気にマブハイさんの画像ちょっと撮ってなくて、うん、淡路屋さん、横の淡路屋さんのうどんは撮ってるんですけど、美味しいね。初チータラさんと初コラボです。いっぱいしていくよ。じゃあとりあえずいいですか、こっちの価格いいですか。はい、はい、じゃあとりあえず乾杯。ハイボール乾杯。ここの値段設定ってどうなる感じですか。ここは1000円で、1000円よね、うん、1000円で3杯と、うん、で出てもらっても大丈夫、はい、じいちゃんさん、じいちゃん、じいちゃんさん、この間ね、マブハイでこの間初めてお会いしました。夢、ツイッターさん、ツイッターさんっておかしくないですか？ツイッターさんとかね、フォロワーたくさんいらっしゃって、1000円で3倍やね。1000円で食べるもんがついとんね。ついとるね。うん、ね、適当に出てくるんで、お菓子はほんで食べ放題ね。でもカラオケめっちゃ歌えますもんね。うん、そう。カラオケは100円でしょ？100円。めっちゃ楽しませてもらってる。この間5、6時間いたもん私。ここに5、6時間もおった。5、6時間いた。あの、ゆうちゃんさん帰られたじゃないですか。ずっといた。ちょっと目をすぎやわ、うん、ちょっと目をかがられてたかもしれん。いや、楽しいからね。そう、本当にマブハイさんはね、あの西成のマブハイさんは本当にすごい人気。ママ、ティーちゃん、うん、大人気、うん、そうそう、忙しそう。あの某有名 YouTuber さんに出てらっしゃる金ちゃんさんの奥様がやられてるね、マブハイさんです。あ、パピボーで出してくれ。あら、来た、パッ、ほら来た、パッ、アッパー、アッパー、今ここ分かりません。まっ、うん、そう、名物ママさん、あ、カテリン、セーラー服のお父さん。あ、セーラー服のお料理も最高、ね、お料理上手のカテリンママが作った、ね、好きだし、めっちゃここのチキンだし美味しいですもんね。そう、美味しいよね。今日はなんとカレー、カレー、あら、なんかココナッツのって言った、凝ってそう。いただきます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 。すごい、うん、すごい香りしてるわ。いただきます。豚肉、鶏肉、どれ、鶏肉かな、鶏っぽいね、うんうん、おいしい、しっかりしてる、うん、うん、おいしい、うん、おいしい、めっちゃうまい。なんか本当に普通のあれやね、うん、なんか店やけど、なんかプロが作ったやつね、うん、そうそうそう、なんかいろんなスパイス効いてる、うん、美味しい、いいおつまみになるわ、なるね、うん、でもね、すごい、これ美味しいな、昨日食べたの美味しい。ママは甘いからごめんね。ママが甘いからサラダ甘いのよって言う。ちょっと待ってね。ありがとう。これね、うん、噂の、これが甘くて美味しいの、シロリとかクリームチーズが入ってる、生クリーム、タイプねえ、ピクルス入ってる、ほんでそうめっちゃ美味しい、めっちゃいろんなもん入ってる、ほんでめっちゃ美味しい、めっちゃ喜んで、これはね、お酒進む、うん、美味しい、ちょっと甘くてね、習いたいぐらい、うん、お料理はね、ね、一緒に、パパセンバ食べたから、パパセンバ、ママがカッパエビセンを買いに行って取ってくれた。めっちゃおもろい、もう可愛すぎ、マジでウケる。どこ行った、ママ、ママ探すよ、ママ探すよ。ママがもう。
乾杯。最初はダメかな思ったな。でもあどこ生きるな。私アホな。ごめんなさい警察。かわいい。かわいいね。ごめんな。パパセンリス。ありがとう。ダメダメダメカットカットカット。ママ何入るよ。入るの？うん、おいくらですか？サラダも食べた、ハレも食べた。うん、これはわさわさも警察の前にあのごとくも買ったのに1万8000円2万8000円かわいい2万ママほんならこれでお願いします。何がよここ1000円これ取って1000円で1000円でいいです。1000円であっあのちょうだいやほらよ、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 ありがとう、ママ。本当できない。謝って。ありがとう。あと孫ハイさん、ほんま楽しい、楽しかったです。お猫がさん、アキさんも動画いいんですか？撮っていいですね。アキさん。ね。アキさんも一緒に。一緒にマブハイさんでね楽しませてもらってこれね楽しかった。アキさんで初化粧のババアでございます。イエーイアキさんでね楽しかったです。イエーイ。今マブハイさんから帰りというか向こうケイコさんのとこ行ってます。ナリアさんのとこね行ってますよ。すごい街だねやっぱ西成って ね、 ねいろいろ楽しかったりこういうのがそうすごかった。事件というか2つ、うん、警察たちがいっぱい来た ねちょっとびっくりした。気をつけよう。確かに。あ、なんか叫んでるよまた。え、何何どうした。あ、エロさんが誰が撮って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 撮まあいろいろ騒ぎあってね、え大変びっくりしちゃったね。びっくりした。すごいわ。ケイコさん歌えた。あっちであったりこっちであったりやね。ねえ。そこら中やな。すごい街だな。ちょっと大変やこれ。いくつ目があっても足りんもん。あれヒロミさんちゃうの？ヒロミさんちゃうのあれ？あそこのヒロミさんちゃうの？今日はアイロンで。ねえねえ髪の毛長くなった。いやすごい長くなっとる。めっちゃ伸びてる髪の毛。これ飛んでるけど。あ、いいよいいよ。いや、チータのせいやったな、チータのせいやったな、猫のせいやったな、大丈夫よ。ほんま？大丈夫よ、そこは信頼してるから。で、しかもあの学年一緒やから、特余計よ。バースはバカ野郎、言うて。まあ、元気そうでよかったじゃねえかい。よかったよかった、ほんとよかったね。まあ、ほんと、猫のせいちゃんも数年ぶりよ。嬉しいわ。ね。まあ、あ、そう私報告があって。何？あの、名前の、いいの？あ、いいよいいよいいよ。うん、いいからいいからもう消さない。いいの？あ、いいから OK、うんうんうん、あ、実は名前の変更の申し立て許可おりまして、戸籍上の人ってヒロミという名前に。あ、すごい、本当のヒロミちゃんおめでとう。 ありがとうございます。本当のヒロミちゃんねえおめでとう。いや本当ね
名前も候補やったけど、何ね、めかけせよ、もう出たかな。まあこれは、ね、ほんと、まあということで、よかった、ちょっと余韻に任せて、なんか本当のひろみちゃん、うん、ひろみちゃん、ひろみだよ、ねえ、ねえ、あ、これから本気出すぞ、ひろみも、本気出せ、そうだね、本気出そうぜ。けいこさん見ますか。いや、ええ顔してる、ええ顔してまんやん、けいこさん、本当にねえ、ええ顔しとるよね。うちもさっきね、ねじーって見てね、うん、向こうが似合ってたから、けいこ、けいちゃんみたいな感じでやってしまった。今日よく伴奏してくれてると思います。まあ即興なんで、いつものギタリストだったら、こんな、もうすごいと思いますね。何しようか。大丈夫か。はい、ひろみです。